続きましてですね、このワンルームマンションの購入について、のですね、簡単なご説明をさせていただきたいと思います。よくですね、間違えた考え方があってですね、私どもに個別相談に来る方がですねいらっしゃるんですけども、ね、一棟物のアパートが欲しいんですけど、ね、一棟物のマンションが欲しいんですけど、ね、という方がいらっしゃるんですけども、何を買ったらいいんでしょうか、ね、というか質問をですね必ず受けるわけです。で、私はですね今まで過去において20数年間この不動産投資のですね実践してきたわけですけども、僕はですね限定しない、つまりですね当たり前ですけども、一番最初にご説明したですね、ことを思い出していただければ分かるんですけども、投資に対してリターンが重要でして、でその投資に対するリターンがどれだけの効率よくですね、なおかつ安定的な収益が得られるか、それはいつの時代も違うんですよ。ですから逆にですね、今の時期はこれがいいんじゃないですか、で、また過去の時期ではこれが良かったんじゃないですかっていう判断はできるんですが、断定的に固定的に、ね、この投資が一番なんだってことはまずありえないんです。つまりですね、金融機関のですね、状況によってもですね、その都度変わってくるものです。例えばですね、分かりやすく申し上げますとね、昔ですね、まあ、昔というか、じゃあ今までにしましょう、ね、じゃあ、ね、まあ、大体1000万円くらいの、ね、ワンルームがありました、ね、でこのワンルームのですね、今の市場から申し上げますとですね、過去においては大手の金融機関もですね、地方銀行も1個でも融資を受けることができました。でも今はですね、ほとんど、まあ、サブプライムローンの問題とかあらゆる金融情勢の変化でワンルームの投資に対しては融資をしない方向に動いているわけです。で、じゃあ今ワンルームマンションをですねお買いになった時にですね、じゃあどこで融資を受けるのなると、第二地方銀行とかまたノンバンクと言われているところからですねの融資を受けることになります。ですから当然ですけども金利がちょっと高いんですね。この金利がちょっと高い、資金調達をするわけですから、現在ですね、東京とか横浜ですね、のエリアでもだいたい8%、ネットですね、ネット利回りで 8% から9% くらいのものはですね、徐々に出だしてきているということになります。それから非常に有利な投資ができるわけです。で、じゃあここからですね、まあね、じゃあ1億くらいまでの物件どうなんですか、ね、鉄筋コンクリートの集合マンションもあればアパートもありますよね。で、これはですね、未だに融資が受けられるんです。で、自己資金もですね、ある程度出せばですね低い金利で融資が受けることが可能です。そうしますとですね、ここの部分はですね、サラリーマンの方も十分買えますから、そうするとここの部分でいきますと大体同じエリアですと、ね、7% から、まあ、せいぜい 7.5% くらいの要するに、キャップレートで、今ですね、動きがあるわけです。で、今度ここからですね、まあ、行きましてですね、5億円くらいの物件だとですね、じゃあ今大体どのくらいのキャップレートですかというとですね、実はまあまた8からね、10% くらいのものもですね、今はぼちぼち出だしてきているわけです。で、なんでなんですかっていうことなんですがですね、例えば昔はですねワンルームのマンション、例えばですね、まあ、こうね、まあじゃあ20個の、ね、ワンルームマンションの集合体がありましたと言った時にですね、例えばこの近くで市場を測るときにですね、この一部屋分がですね、ね、同じような分譲の区分のワンルームが800万円で取引されていると言った場合にですね、普通20個かける800万ですから2816、ね、1億6000万ですよね。で、過去においてはですよ、ね、まとめて買うんだから安くしてよということで、だいたい
1億5セルとか、まあ1億4千とかで、ね、取引がされてました。今どうなってるかというと、ワンルームは融資がつかない、ね、でも、ね、1棟ものだったら融資がつく。だから価格がですね、ね、1億7千とか、下手すれば1億8千とか2億円とかで売買されるわけです。ですから今の現状の金融機関の動きで相場はいつも違うということになります。過去において5億円の、ね、物件ってどうでしたか、ね、ファンドの人たちですね、外資系のファンドの人たちもそうですけどもですね、当然50億とか100億のロットでないと、ね、リートなどがですね、組んだ時にどうしたってですね、ね、あの運営コストが賄えないわけですから、当然ですけども5億10億の物件は、ね、5.5% とかですね、非常に低いレートだったわけです。でも今はどうなったかというと、ファンドの人たちご承知の通り、ね、すでに、ね、あの国外に、戻ってしまいましたので、買う人がいないから、で、売らなきゃいけない事情ができちゃったから、利回りはですね、上がってきているということになったわけですね。だから社会の情勢によっていろいろとですね、変化があるわけですから、その変化によって我々何するの、当たり前ですけども一番最初にお話した通り、いくら、ね、投資したらいくら買えるんですか、キャッシュオンキャッシュリターンで、なおかつこの事業この物件が安定性があるんですかということなんですよ。かつてですね、我々、昔はですね、東京都内、また山手線、沿線、ですね、から15分以内のですね、駅の、ましては駅からですね、10分以内の物件なんてのはほとんど手に入りませんでした。でも今はですね、十分手に入るようになった。でそこで考えますとですね、確かにじゃあワンルームマンションは今利回りが高いですよ、ね、でなおかつ、ね、その高い理由というのは金融機関の融資の 利率が高いからなんですよということであれば、一つの作戦としてはこの物件をいっぱい今のうちに買っておいて、ね、金融情勢が変わったら借り換えればいいわけですよね。金利高い、ね、例えば 4.5 とか、まあ、5.3 だとかで金利で借りたにしても、これを延々とですね、25年30年で返そうと思わなくていいわけですよ。ある一定の時期になってボリュームが増えたら、当然ですけども金融機関の貸し出し意欲というのは、ね、いつも変わるわけですから、貸し出し意欲が高い時に全部借り換えてしまえば、今のレートで、まあ、2.5 とか 2.8 とかで、ね、借り換えができるわけです。まあ、そんなことを考えればですね、まだまだですね、投資の手法としてはですね、こういうポジションもいいんじゃないかなと思います。でそのためにですね、我々、個別相談というのを行っています。で皆さんがどういったものを買ったらいいのか、ね、ということはですね、皆さんがご自分でご判断できないのかもしれません。ですからまずですね、ぜひですね、ここまで話を聞いてきた方についてはですね、ぜひ私どもの本なり DVD を読んでいただい、見ていただいた、ね、後に個別相談にいらしてください。で個別相談はいつもですね、私もしているし、うちの猪俣もしているし、アセットマネジメントのコンサルタントがですね、いっぱいしております。で特にこのワンルームの投資についてはですね、詳しい、コンサルタントはですね、今こちらのテロップに出ておりますので、この方、このですね、コンサルタントの内容を確認した上でですね、こちらのものでしたらですね、会社帰りとか、夜だろうがですね、あと昼間だろうが時間を取ってですね、皆さんのご要望にお答えできるような、個別相談はできると思います。ただ残念なことに私の方はですね、やはり土曜日日曜日、公演だとか地方のですね、公演だとか加盟店のお仕事だとか、まあ、いろいろとさせていただいてますので、なかなかその時間が取れませんので、お急ぎの方はですね、まあ、ぜひこちらのコンサルタントの方にですね、やっていただけ、個別相談でを受けていただければよろしいんじゃないかなと思います。ぜひよろしくお願いいたします。